いつもありがとう。福さん、あのリオさん、俺どうした？福さん、すんません、俺イネさんに喋っちゃいました。何？今何をしてるのか知ってること全部。なんだって？俺黙ってるなんてできません。イネさんだけ何も知らないなんて。福さん、本当すんません。いいんだ。それより福さん、鳳凰の鏡って知らないか？鳳凰の鏡？親父が持っていたかもしれないんだ。いえ、先生からは何も聞いてないっす。そうか。イネさんなら何か知ってるかもしれませんね。ああ、イネさんに聞いてみるか。イネさん。福原さんのお声が大きいものですから。え？先ほどのお二人の話を聞いてしまいました。さっきの話を？はい、私が悪うございました。あ、そんな。いいえ、リョウさん、葉月家の男子に危険を避けて通れなどと、どうして私などが言えたのでしょう。旦那様にも顔向けできません。イネさん、すまない、心配ばかりかけて。リョウさん、実は一つ思い出したことがあるのですが、お役に立つかどうか。え？あの日の少し前のことです。旦那様が骨董屋に何かを預けておいででした。親父が何を？それが何であるかは、ただとても大事なものだと。骨董屋。ほら、腹減っただろう。そんな慌てなくてもいいよ。あの、まあ葉月さん、
はい、何でしょう。骨董屋さんって何時頃から開いてましたっけ。骨董屋さん、文化堂さんですか。お弁当屋さんの正面にある。ええ、確か10時頃だったと思いましたよ。そうですか、ありがとうございました。葉月くん。原崎。何か進展あった？ああ、親父、俺に何か残してくれたらしい。お父さんが？ああ、じゃあまたな。ええ。原崎。葉月くん、いつでもそう。わかった。ごめんください。お、どうです、良い音でしょう。蝶々夫人が特別に作らせたものです。ほら、マダムバタフライ、ご存知の。お宅、葉月先生のところの。ああ、これはこれは、この度は先生が飛んだことに。ああ。ああ、先生に頼まれてたものがあるんです。どこだっけな。あ、そうだ。大切なものだから、ここに。先生から磨き上げてくれとお預かりしたものです。親父から。葉月家の跡取りが18歳になられた折、代々受け継いでおられると伺っております。親父、私でお役に立つことがあれば何なりと。先生には随分とお世話をしていただきましたので。何か他にも預けていませんでしたか。他とは。宝鏡という鏡とか。鳳凰の鏡、心当たりはありませんな。そうですか。ありがとうございます。
っしゃいませ、葉月くん。これを。葉月くん、またね。これをください。はい、ありがとうございます。それは岡山のとある道場主から仕入れたものです。今は出前した流派の技らしいですな。これをください。はい、ありがとうございます。それはとある武術家から仕入れたものです。忍術とか言ってたので素性の怪しいものですが。明朝のものです。これをください。はい、ありがとうございます。それは飛騨の高山で仕入れたもので、中国と交流のあった道場から発見されたものです。これをください。はい、ありがとうございます。それはテコンドーという格闘技を研究していたとある武術家が残したものですよ。手技みたいだな。かなり威力がありそうだな。足技みたいだな。手技みたいだな。見たところ足技だな。Thank you.
まさか、あんたたちも乱帝の仲間だったのか。だとしたら？これ以上やっちゃお前のボディーガードとして失格になる。ボディーガード？親父に頼まれたのさ。何？そう怒るな。お前には生きていてもらわないと困るんでな。どういうことだ？お前はまだ自分の立場を分かっていない。法王卿が乱帝の手に渡ったら、あの男に逆らえる者はいなくなる。早く鏡を見つけ出すんだ。奴らが気づくよりも先にな。くけー、乱帝様、ほうきょう、うひひひ、くっくっくっほら、腹減っただろう。よかった、腹減ってたんだな。福さん、なんすか？骨董屋でこれを受け取った。刀の鐔ですね。ああ、親父の形見になってしまった。そうっすね。見覚えないかな？例えばこの模様とか。多分家紋っすよね。稲さんに聞きました？いや、まだだ。じゃあ聞いた方がいいっすよ。そうだな。確か仏間にいましたけど。わかった。稲さんにちょっと相談してみるか。骨董屋でこれを。その鐔は。稲さん、何か知ってるのか？
雪輪に二つ星に一つ剣、葉月家の紋所でございます。お探し物に何か関係があるのでは。旦那様が導いてくださっているように思えます。雪輪に二つ星に一つ剣。ありがとう。この形はなぜこんなところに。よし。お、こんな仕掛けがあったのか。一体どこに通じてるんだ。明かりがないと無理か。親父はなぜ教えてくれなかったんだ。電気は来てるのか。電球さえあればつくかもしれないな。これであとはスイッチを入れれば。ろうそくを探すか。鷹は飢えるとも頬をつまず、たとえ苦しくても不正はするなって親父がよく言ってたな。何か手がかりになるものはないのか。まだ使えそうだな。
宝来白薬。そういえば親父から聞いたことがある。確か中国の武術家がよく使っている薬だ。親父はどこでこれを？派手な絵だな。日本じゃ見かけない図柄だし。親父はどこでこれを？派手な絵だな。日本じゃ見かけない図柄だし。親父はどこでこれを？若い頃の親父か。隣にいるのは誰なんだ？何か入ってるな。服、なんかのお守りか。あまり見かけない形だな。もしかすると日本のものじゃないのか。文鎮かな。まだ使えそうだな。あとは火をつければ。なんだろう、あれ。お札みたいだな。あのお札、何の意味があるんだ？特に変わったところはないか。綺麗だな。誰が使ってたんだろう。